こんにちは、西野七瀬です。なんちゃって今お庭でちょっと寝っ転がってます。なんかね、今日ねお天気いいんだけどね、風が冷たくて寒いの。何の話しようかな。今日は実はね、アンディとライアンが、お誕生日のお祝いを、まあ、彼らとしてないので、今日一緒にご飯食べましょうってそういうことになってるんですけど、それでこちらに来ることになってるんですけども、レストランとかで食べると勇気がお留守番になっちゃうので、今日は私がお料理をしようって決めてました。で、2、3時間ぐらい前からぼちぼちと、まあ、簡単なものですけどね、もうご飯は炊いてあって、お味噌汁も作って、他に数品作ろうかと思ってます。あと1時間半ぐらいで来るのかな。今日風が冷たいんですよ。そうですね、西野七瀬ちゃんまあ乃木坂の中でもそうね、どちらかというと推しメンですね。七瀬ちゃんがすごい好きだった時もある。それから斉藤飛鳥ちゃんに行ったり、星野みなみちゃんに興味があったり、まりかちゃんに興味持ったり、いろいろ。今は誰かな、推しメン。白石さんはあまり興味がないんだな。なんだろう、いろいろな意味で整いすぎてて、そうね、なんだろうなでもこの間ファッションランウェイを歩いてる姿は可愛かったな。すごいニコニコの顔が、あれ心底ニコニコのように感じたんだけど、あれが演技だったら怖いわ七瀬ちゃんはそうね、もうちょっとプクプクしてる時の方が可愛かったかな。あんまり痩せるとさ、男の人ってガリガリな人好きなの。なんかファッション雑誌のモデルやり始めてからすごい痩せちゃったけど、もうちょっとご飯食べてもいいんじゃないかな。